皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、リュースタ TV 第2回放送です。龍が如くスタジオの関係者とさまざまな情報をお届けする本番組ですけれども、本日はロストジャッジメントの実機プレイもございますので、ぜひご期待ください。私が進行を務めますセガ宣伝担当の斉藤です。よろしくお願いいたします。はい、開幕早々やらかしました、龍が如くスタジオ開発スタッフの上原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして本日は龍が如くスタジオゼネラルプロデューサーの佐藤さんもスタジオに来ていただいております。はい、皆さんこんばんは、龍が如くスタジオプロデューサーの佐藤です。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スタジオが雑って書かれてた。そんなことはない。いや、すごい責任を感じるんですけど、そんな、ね、頑張りますんで、皆さんすいませんね。本日はこの3名で番組をお届けしていきたいと思っております。上原さんどうですか、前回反響とかって。いや、実は結構エゴサしたんですけど、うん、私もしました。なんでキモイって書かれてる。若干ショックを受けてます。キモイ。キモイ。キモイはちょっと斉藤さんとの絡み方があまり良くなかったみたいで。そんなことあります。はい、なんかフォローしてくれてる方もいらっしゃったんで、あ、優しい人もいる、ありがとうって思いながらちょっと英語さをしてました。少ない上原ファンができたんじゃないですか。もしかしたら一人ぐらいはいらっしゃるかもしれない。斉藤ファンはいっぱいできたと思うんですよ。いや、身内です。身内。みんな身内です。みんな優しい社員さんが見てくださってるだけです。キモくないですって書いてくれてる。ありがとうございます。キモいは褒め言葉。それはちょっと。それは嘘だな。それは嘘でしょ。そういうメンタルで立ち向かうって大事かもしれないですね。優しい。キモくないよ。キモくないです。すげえ。ほら、斉藤さん可愛い。多分身内。めっちゃハートマークついてる。身内かな。あ、身内かな。今見たら1200人見てくださってるみたいで、あ、ちょっと増えて嬉しいですね。ありがとうございます。いや、本当に今回はね、ロスジャッジメントの実機プレイがあるっていうことなので、うん、やっぱそこら辺ね、コメントが番組始まる前からも早く見たいっていうコメントがたくさんあったので、やっぱ期待は高いんじゃないかなって思いますけれど。励みになりますよね、そういうコメントいただけると。うんうん、よかったって、受けてよかったなって、この MC ってポジション。頑張らないとですよ、私たちも。そうですね。そんな一言返すだけ。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。もうちょっと広げてあげなさい。いや、本当に頑張ってたなって。つらすぎる。まだ若干緊張してますね。そうですね。反省会と同じスタジオですか。同じです。そうですね。そう皆さんね、この間反省会見ていただいた方は分かると思うんですけど、結構こうアットホームなというか、うん、やりやすいスタジオになってるので、まあ、まあ1回目はね、名護さんもいたしね、まあ、特別でしたね、まあまあ、今回はね、ちょっと番組のコンセプト通りにゆるく進めていきたいと思います。早速ではございますが、本日一発目、新コーナー龍が如くスタジオ突撃紹介です。おワンテンポ遅れて拍手が来るという、はい、龍が如くスタジオの現場に私斉藤が潜入いたしまして、開発現場の模様を突撃レポートしていきたいと思っております。本日ご紹介する開発現場はサウンドスタジオになります。では私はこれからサウンドスタジオに突撃していきたいと思いますので、あとは上原さんと佐藤さんで、この場を。あ、そうですか。はい、よろしくお願いいたします。では上原つなげる。そう、もう、ま、任せてください。もう上原がつなぐって書いてある。そうですね、書いてありますね。はい、じゃあ斉藤は行ってまいりますね。はい、行ってらっしゃい。サウンドスタジオか。そうですね。なるほどね。多分皆さん想像つくかなと思うんですけど、サウンドスタジオっていうのはゲームの音声収録とか行ってる場所ですね。これから細かいところは斉藤さんがレポートしてくれると思うんですけど、うん、まあ、我々よく行きますよね。まあ社内にあるんですよね。昔は、まあ、昔からあったか、まあ、そう、外部のスタジオを使ったりもしてたんですけど、まあ、大崎のね、この新オフィスになった時にもう本当にしっかりしたスタジオをね作って、そうですね、うん、お金かけて社長に怒られそうになりながら。怒られはしなかったんですか。今だいぶ言い淀んでましたけど。すごいだいぶね、当時の社長にね、こんな高いのかみたいなことは言われながら、はい、それでもまあ、しっかりねクオリティ出せるような本当にね立派なスタジオですよ、うんうん、作って、そうですね、で今日はそれをお見せすると。そうですね、うん、
皆さんなんかこういう開発現場見てみたいとかってなんか要望とかあったりしますか？もしよろしければコメントいただけるとありがたいなと思うんですけど、うん、見たいのかな。そう、僕らからするとよくね、普通に働いてるオフィスなんですよね。そうだね、まあ、本当に開発現場って本当に普通のオフィスだなと思ってはいるんだけどね。そうですね、なんかどの辺に興味があるのかとかね、ぜひちょっと。でも見たいですってね、うん、そうですね。あ、会議とかやっぱ興味あるんですね。え、サウンドスタジオ3つあるんだっけって、なんでそんなに内部事情詳しいんですかおかしいな、誰に聞いたんだ。すごいコアなファンの方がいらっしゃるのかもしれないですねあ、モーションキャプチャーが結構来てますね。モーションキャプチャーね、モーションキャプチャーだけはちょっとここじゃないんですよね、うん、そうですね、うん、このビルじゃなくて別のところにあるんですけどね、うん、あとあれだよね、3D あのモデルを撮る、あ、フェイシャル顔のですか。そう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 、そこのスタジオもあったりもするし、うんうん、はい、そうですね、やっぱモーションキャプチャー多いですね。なんか、うん、タイミングが合えばぜひお届けしたい。そうですね、モーションキャプチャーとかちょっと見てて楽しいかもね。そうですね、うん、実際に実際あのね、他の会社のゲームのなんだろうあのメイキングみたいな動画とかもね、YouTube 上がってたりするんで、だいたいまあ似たような感じ。あ、スタンバイできたらしいですよ。あ、本当ですか。うん、はい、斉藤さんがサウンドスタジオに到着したようですので、斉藤さんにリポートお願いしようかなと思います。斉藤さん、リポートお願いします。はい、皆さん到着いたしました。ここがセガのサウンドスタジオになっております。私も全然入ったことないんですけれども、早速入っていきたいと思います。お願いします。見てて私の生放送、はい、すげー。これが見たことある？いや、見たことない。ちょっと横山さんの紹介をしないといきなり出てきてびっくりしてるか、みんな。あ、どうも、ゲームごとくのプロデューサーの横山です。はい、横山さん、来ていただいております。よろしくお願いいたします。しょうがないから今日紹介するっていうんで、会社から帰らないで残ってまして。はい、ありがとうございます、はい、実はあそこに座ってる人、はい、龍河ごとくシリーズのずっと曲を作ってる庄司さんです。庄司と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はこのね、ここ紹介するのに誰か一人ぐらいサウンドスタッフいないと誰もこれ操れないからってたまたま会社にいたからあ、え急遽来てもらいました。実は、ね、ここでいつも龍河ごとくの音声収録はやってます。いわゆる声優さんがあっちとか来て、まあ、今日収録やってないからいないけど、はいはい、まあ、いますと。で、まあ、あと台本とかここら並んでこっちはなんだろうな、事務所の偉い人とか座ったりするのかな、とかいろんな関係者が座ったりして、まあ、音声収録をやったりするよ。まあ、Q ランプとかがこうあって、でこう向こうから声とかが出てきたりするとなんか今でもなんだろう、前の音声出たかなんかね、音聞こえるね。ちょっと音聞こえてますけど。うん、あれ今日音声収録やってないんだけど。すいません。お願いします。あ、いいですよ。もう一回やる？もう一回やろうか。あ、はい、お願いします。はい。あの龍が、今のところ、キリル・カズマと、俺、春日一番が殴り込みだ！ M ホールデム、龍が如くコラボ！あ、エンジンかかってきた。よし。いいね。なかなかいいと思います、はい。ありがとうございます。はい。よし。あの人さん、あの人、知ってる？あれ？何ですか？あの人。あの人知ってる？うちのサウンドスタッフ。違う。うちのサウンドスタッフで、すごいなんか、声出すの上手い人がいて。あんな声いいサウンドスタッフに聞いてしまう。あれ？どうしました？え？なんでお話をしてみたら、そんなことできない。ぜひこちらからは、仲良くこの間の放送って見ました。はい。あ、じゃあうちの斉藤さんなんですけど、もちろん、はい、ね、あのニュースタ TV という新たな、はい、ね、番組でメイン MC をされているという。そう、今、はい、2年目なんですけど、そんなに顔隠して反応しないよ、生番組で。大丈夫ですか大丈夫ですか。じゃあ大丈夫ついでに、はい、あの、彼女の好きなキャラクターがどうもあるらしい。おー、なるほど。知ってたね。あ、何のキャラでしょう。どうでしょう、ここであの、マジマル兄さんとか言われたら僕は、こっちがないんですけど。じゃあちょっと彼女の好きなキャラクターで、ちょっと彼女に一言、はい、声をかけていただけますか。はい。あ、斉藤さんですよね。斉藤さん。わかりました。はい。よー、斉藤。
西木山だ。今日はオールで付き合った後、一番星のチャーシュー麺大盛り、付き合えよう。はい。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、どうですか、斉藤さん。セガに就職してよかった。嘘でしょ嘘でしょ、もっとあるでしょもっとあるでしょ、セガさんに就職した意味というか。よかった。いやいや、もうそんなに喜んでいただけて光栄でございます。ありがとうございます。よかったと思う。いや、はい、まさか2回目でドッキリにかけられると思ってなかった。いやいや。そうね。そうですね。そうね。いや、でも、まあ、でも普段こんな感じで音声収録してるんですよ。はい。うん、ほんとこんな感じで。そうですね。だいたいこう、顔もこれぐらいでね、見合わせながらね。はい、そうです、そうです。だいたいこうやって、演技どうするって言って、はい。ながら、僕と二人で一番を、一年間でね、50何日間もずっと。そうです、そうです。ここに通ってな。週1ペースで。週1ペースで。ええ。音声流が如くセブンのあの演技はできてると。そうなんです。うん、ちょっとなんか普通の、なんだろう、ゲームとか普通のアニメの音声収録とはちょっと一味違うのが、もしかしたら龍が如くスタジオの特徴なのかもしれません。何喋るか全然忘れてしまったんですけど、でも言っとくけど1年間に52回もあの人来てんだよ。なんで会ってない。だから会おうと思って会えるね。相当いるよね。いや、そうですよ。だってその間、それこそ龍セブンの時なんて、あのお互いね、横山さんと僕、家族よりもあの晩ご飯食べてる。食べてたと思うよ。多分本当に仲良し、ね、まさしくそうですよ。ほとんどね、コロナの前だったから、この下で食ってたしね。食べてました、食べてました。本当に感じだったんです。食べてもあーではない、こうではないみたいな感じで。だから皆さんも龍が如くスタジオに就職していただけたりしたら、こういうラッキーもたくさん待ってるかもしれませんということで、はい、ぜひゲーム業界も、はい、興味を持っていただけたらと思います。素晴らしい。一緒に龍が如く作ろう。宣伝が。はい。はい。そろそろ。はい。戻った方がいいんじゃない。はい、以上、龍が如くスタジオ突撃室の終わりでした。顔隠れてる。ざっくりな終わり方。無理すぎ。あ、仕事忘れてんな。すごいな。いや、斉藤さんリポートありがとうございました。いや、コメントの方もまあ盛り上がっていたんですけど、斉藤さんもかなり盛り上がってましたね。本当にね。いやいや、もう本当ファン、ただのファンのやつですよ。もう完全にもう仕事忘れて顔隠しちゃってましたからね。うん、なんか上原、あれセガに入ってこう嬉しかったことってある？その誰かに会えたとか。あ、でもやっぱりその音声収録の場所で、うん、そのキャストの方、そのうん、有名人の方に会えたりとか、ちょっとお話できたりとかっていうのはやっぱすごく嬉しかったですし、覚えてますね。うん、そうだよね。いや、ゲーム会社入ってよかったっていうのはネタじゃなくて本当にそう思います。いや、俺もなんかいろいろやっぱり龍が如くもそうだけど、それ以外でもね、セガっていっぱい有名人来るからさ。そうですね。うん、マイケル・ジャクソン来た時は感動したけどな。その時いらっしゃいました。いたいた。おお。名越さんと握手してて。マジっすか。え、その時佐藤さん握手いけなかったんですか。俺はちょっとさすがにね。まだペーペーだったしさ。ああ、そこでもう一歩踏み出す勇気があったらまた違ったんじゃないですか。そうね。わかんないです。その時もそれも今うちの会社にいないかもしれないですけど。うん、はい、ということでですね、まあちょっとサウンドスタジオも皆さんお楽しみいただけたかなと思うんですが、続きまして、いよいよ、お待ちかねの方も多いと思いますが、ロストジャッジメント裁かれざる記憶、実機ゲームプレイ公開と、噛みました、実機プレイゲーム公開と、なります。こちらですね、事前に斉藤さんが開発スタッフと一緒に、まあ、プレイしてきた収録映像になるんですけれども、ちょっとお見せしたい場所が多すぎてですね、3時間くらい撮っちゃったっぽいんですね。さすがに3時間はお見せできんと。そうね、はい、そうですね、やっぱりね、ちょっと難しいですよ。実機プレイをその場で見せたいところだけ見せるっていうのはちょっとやっぱり難しくて、いろいろこうシーン変えたりするね、手間もその間の時間もあるんで、ちょっと生には向かないんですよね。うん、なのでまあ事前に撮ったところをこうチョイスして、うまいことつまんで皆さん楽しんでいただけるような映像になってますんで、はい、はい、では皆さん、ご覧ください。どうぞ。本日はロストジャッジメントの先行プレイをさせていただきます。開発からはこちらのお二人に解説役としてご参加いただきます。はい、ロストジャッジメントプロデューサーの細川です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ディレクターの伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のディレクターっていうすごい重要なポジションを、もう八面六臂の大活躍で一応楽しめてるんで、
すごい秘密の話がいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますよ。まあ喋ってよければ何でも喋る。一回喋っちゃって切っちゃいましょう、まずいところですね。はい、ということで本日はどういったシーンをプレイさせていただけるんでしょうか。ユースドラマ。はい。今作ならではの、まあ、矢亀の結構はっちゃけた絵がいっぱい見れる場所をこう中心にピックアップして斉藤さんにやってもらいつつ、まあ、我々の方でちょっと深掘りというか解説の方をしていきたいなというふうに思ってます。はい、この間ね、あの生放送で絵が出た時にもうすごい話題になってましたからね、ずっと気になってたので、はい、今日できることがすごく楽しみなので早速ゲーム画面に行ってみましょう。じゃあまずですね、本作のメインストーリーのドラマで重要なロケーションにもなりつつユースドラマの中心地となる高校です。すごっ、はい、めちゃくちゃ作り込んでありますね。これは全然こんな普通に昔ながらの高校でしたけどどうですか斉藤さんは。私の高校は収容所って言われてたぐらい収容所って言われてたぐらい真四角なあの校舎だったのでこんなにおしゃれじゃなかったです。目の前に見えている扉がですね、はい、ミステリー研究会、あのこんなとこにあるの。そう、あの物質がなくて追いやられてる、ちょっとね、あ、そういう設定なんだ、はい、そう、もう完全にこう、あれだよね、不法占拠に近い形。ああ外部指導員になったんですか。そうです、矢上は高校の中でいろいろと調べ物したいんですね。だけど、はいはい、その部外者なわけですよ。今見えてる女の子と、うん、まあ一悶着あって、はい、まあ、この子を部長をやってるミステリー研究会ミスケン の, あの外部指導員、あ、そういうポジションになったんですね、学校にいる免罪符みたいなのが得られるんだけど、あ、まあ、同時にこの天沢さんっていう部長の頼みを聞いていろんなトラブルを解決するために奔走することになるんですね。この天沢さんが次はどこどこでこういうふうなトラブルが発生しているようですって言って、じゃあそこに行ってみようっていうところで展開されていくのがユースドラマなんですよ。ああ、なるほど、依頼をくれる人が天沢さんになるってことね。そうそうそう、ただその依頼っていうのも実は全部一つの大きな謎につながる。それ言っちゃっていいんです。言っちゃっていいです、はい、もっとカットポイントかな。ダメだったら後で聞きましょう。この高校で飛行、まあ、要は不良がどんどん増えてる、うん、飛行に走らせるようなこう黒い動きをしてる人間がいるらしい。でそいつの正体を確かめたいと思ってるのはこの天沢さんなんですね。あ、なるほど。ミステリーとかが大好きでいろんな謎を解きたい。でいろんなところに顔を突っ込む、うんうんうん、でその際に矢神はミスケンの外部指導員になったがゆえにすごいこう引っ張り回される。いろんなところにちゃんと顔を出していろんなシナリオを進めていかないと、うんうん、このユースドラマ全体のドラマをクリアできないようになってるのね。あ、これがですね、要はユースドラマを全体的に俯瞰ができるアプリなんですよ。まだユースドラマが始まったばかりなので、うん、ミステリー研究会っていうのは左上にあって、うん、ダンス部があって、まずダンス部にこう派遣されるわけですよ。派遣されるんだ。いきなりダンス踊れないって言ってるのに、はいはい、シークレットになってるのがいっぱいあるでしょ。はい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 、あれが今回これだけのユースドラマっていうのがあるわけですよ。あ、じゃあ10個もう、うん、まあ、今回は特に専用のアクションゲームが用意されてるものを中心に斉藤さんにプレイしていってもらおうかなというふうに思ってますので、初出しのやつを優先的に視聴者のみんなに見てもらおうかなと。やりましょう。はい、では早速、まあ、一番気になる暴走族からやっていきたいと思います。ミスケンにいた、そう、部長の天沢さんの弟さんですね。あ、弟なんですね、うん、単車の鍵どう、いきなり単車の鍵もらいましたけど、要は暴走族行っていろいろ調べ物してくれって天沢がお願いして、で単車も貸してくれる、はい、誰が持ってたんですか、単車。しかもなんかよくわからない紙袋まで。いやいや、やだな、これやだな。ほら、暴走族へ潜入用の衣装だってさ、特攻服着るのか、これ。まおっと、いや、いいですね。これ似合っちゃうんだから。今気がついたかわかんないけど、真実って書いてあるんだよ。はいはい。で、左足に真実ファンダメ。じゃあ
ジャッジアイズのあのアジアのタイトル名です。チームのデザイナーが遊び心でこれ入れていいですかって言われていいよって言っていいよこういうデザインだった。それは似合うわ。そうかって言っちゃってるもん。もう最高。あ、笑ってるけど。あでもつなぎ着ててもかっこいいよね。かっこいい。似合っちゃう本当に。すごく真面目だった生徒なのに、なぜか暴走族のヘッドになってしまったって。それがなぜなのかっていうのを調べるために暴走族に潜入捜査をすると。あ、なるほど。ヤガミッチ。宮崎玲二。あの人はな。死んでしまった。やべえだろ。おお、スオさんがまとめちゃったんだ。どうや。おっと、より早いやつ。だがな。ゴースト。これが。ゴーストさん。おかしいな。あれ？誰？いきなり疑われてる。やばい。もう。ハツが潜らせた犬かも。はい。ちょ。おい。ヤガミッチ。待て。おっと。出た。なんだ？誰ですか？そう。これが？そう。彼が。気に食わねえなら。お、来た。ああ。来た。命をかけたデスレースだ。盛り上がってますけども。お、カスタマイズできるんですね、うん、あのグラフが変わるじゃないですか、はいはい、まあ、はいはい、高い、パーツほど性能が上がるという、めちゃめちゃ派手になりますやば、まあ、でも見た目だけじゃなく性能もかなり上がるので、うんうん、いらない普通にいらないですよこれ。でも上がるパラメータもあれば下がるパラメータもありますね、うん、まあそれ重くなるわなっていう。まあまあ確かにつけちゃいなんでですか。細川さんの趣味で。細川さん何が好きですか。自分でプレイするときは赤が多いかな。あ、まあ強そうですよね、うん、じゃあ赤でいきましょう。じゃあいきますか。デスレースいきましょう。言おうかなと思ったんですけど。はい、このレースはまあ普通のレースゲームとはだいぶ違っていてですね。はいはいはい、あのまず最初はこの雑魚のバイカーを全員倒すっていうのが目的になる。レースとは、まあ、自分以外の敵を殲滅させる。殲滅させる。なるほど、あの左下に出てるバイカー残りってものを減らしていくってことですか。はい、敵が隣にいるときにあのタックルを当てることで、倒すことができます。なるほど。あ、今、そうですね、すごい、はい、で、もう一つがですね、はい、ブーストっていう、はいはい、まあ右にゲージが出てるんですけど、はい、あの、この半円みたいな。そうですね、で、丸ボタンを押すと加速して、でその状態で体当たりをするとそれでも敵を倒すことができます。そうですね、ブーストをすると、まあ、右のあの弾が一つ出るんですけど、はい、またあのゲージを貯めることで使えるようになります。今三角のが出てるけどあれは狙われてる。そうですね、後ろから狙われてる、はい、あれが出てるときはまあガードする準備をして、はい、はい、で今右のゲージがちょっと壊れかけてきてますけど、ひび入ってますね、相手の攻撃を受けるとだんだんひびが入ってきて、でブーストのパワーが弱くなるというんですね。ちょっと厳しいかもしれないですけど。おっと、あーでもこれそのブーストのあれが壊れちゃうとかいうことはない。あります、あります、はい、壊れちゃうとその時点でゲームオーバーになる。あー、じゃあ相手からの攻撃も気にしつつっていう。そうですね、自分もタックルしなきゃいけないな。あと2人
頑張ってください。あと2人、エッジの方にあと2人だって。おお、倒しましたね。デスレースというのは、はい、デスレースになるとボスと1対1の、これはもうガチのレースになります。あ、ちゃんとしたレース、はい、はい、なので先にゴールすれば勝ちになるんですけれども、で、このレースの間もその攻撃を当てることで相手の、まあ、見えないんですけど相手のゲージを削ったりとか、うんうん、で逆にこっちも攻撃されると、ダメージを受けるので、はい、攻撃をかわしたり攻撃をしたりしながら、あ、先にゴール、そうです、ね、なるほど、狙われるガード、おお、今のだと決まったっていう、そうですね、はい、うまくガードした、おお無言で細川さんが奮闘しております意外にちょっとダメージを食いすぎちゃってそうですね、もうすぐゴールですけど、でももう、はい、勝てるのでは、そうですね、このままゴールいければ、おお、ちょっと汗かいちゃったあれもうちょっと楽勝でいけるようなイメージだったんだけど、真剣に、あ、いいですねこん、いや嬉しがってる可愛いな、ヤガミ、あの野郎ライバルとして認められたんだねはい、では次はボクシングジムに行きたいと思います。ここがあれですね、ユースドラマの舞台となるボクシングジム、トドロキ健闘ジムですね。なんかカップたくさん、うん、雰囲気があるね。トドロキさんはこの、そうこっち見てめちゃめちゃ見てるな話しかけてみましょう。スパーリングのボタンを押してもらって、はい、お好みの相手を選んでいきますじゃあ一番左にいる岩下さんで、うん、岩下さん、岩下さんで、ジョークラッシュ岩下これはもう、うん、基本的にはもうボクシングのルールそのまんまだね。1ラウンド3分間で、うんうんうん、まだの練習生なので4ラウンドまで、それまでに、うん、まあ、3ノックダウンと1ラウンドで3回ノックダウンさせると自動的に勝ちになります。あとはあの10カウントで相手が上がれなくて、それでもあの KO 勝ち、はい、まあ、右下にソフトステップ出てますけど、ストレート、ジャブ、フックのパンチを使い分けながら、バツボタンで、かわすと。で、まあ、ポイントはあの高さがあって、はい、上と下で、そうですね、ボディを狙ったり、うっと言いながらバンバンヒットさせてますけど、上下の構えとかを切り替えて、ガードとかも相手の攻撃に合わせて、上下を切り替えながらガードする。まあ、それだけです。上下の内訳もできてるし、相手のパンチを見切ってスウェーディー逃げたりとか、ちょうどジャストガードするとパリーって言って敵のパンチを弾いたりとか、はいはい、それやりたいですね。なかなか、あれ、今先うまくできてなかった。あ、本当ですか、うん、なんかスウェーディー避けてなんかキラーみたいなのはありましたけど、あのね、ストレート、ジャブとフックがあるんだけど、はい、こういうの、回転が速いけど一発一発の威力が弱いのがジャブで、ストレートは回転が遅いけども相手に当たれば相手にダメージが大きかったり、フックはやはり相手に与えられるダメージがでかいんだけど、まあ、大振りだから連発はできない代わりに相手のガードを一回こう振り払ってできるんで、この3つのガードと上下の打ち分けをうまく組み合わせながら効率よく的にダメージを与えていくっていう。で、真ん中に出てるスタミナゲージっていうのがお腹のところに出てる、これはパンチを出したりとか逆に相手のボディ攻撃を食らうと減ったりするんですね。で、あのゲージがゼロになるとちょっとしばらくの間ノーガード状態になるので、相手のスタミナを削ればチャンスだし、こっちのスタミナが削られるとピンチになる。ああ、攻撃し放題され放題、なんか勝っちゃった勝っちゃったで、いろんな相手とスパーリングをすることによってレベルが少しずつ上がっていくんです。あれであのスタミナが上がったりとかパワーが上がったりっていうのは準備していくんです。あとは
轟さんにね、お金払うとね、いろんなスキルを教えてくれるんですよ。この人ちょっと話しかけてみるか。これスキル伝授ってのは、はい、お金払うと、そう、いやそれはもうボクシングジムです。ちゃんと取るな。このスキルをどんどん習得していくと、うん、はい、まあ、さっきある意味本当にこう僕と綱の殴り合いのゲームになってる。そうですね。なんだけどすごいいろんなもう華麗な必殺技が出たりとか、うんうんうん、あの敵の攻撃を裁くにしても敵に攻撃をするにしても、あのどんどん見たことのない技を織り交ぜながら、うんうん、そうかのリッチなボクシングリッチなボクシング。はい、じゃあ次は、ロボット部に行きたいと思います。ロボット部がですね、学校の視聴覚室で活動してるんですね、はい、なのでこの部屋にまず入ってみましょう、うんうん、じゃあ部長の沖手川くんに話しかけると、うんうん、自分たちのロボットがカスタマイズできるんですよ。これによってあの能力を上げて試合を有利に展開させると。さっきのバイクみたいな。そう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 。でカスタマイズ自体が、あのまずパーツを作ってそのパーツを組み込んでいくっていう手順になって、うん、あ、作ってからっていうんですね。そうそう。これ今ちょっとあのズルして素材いっぱい持たせてるんで、実際この素材はあのゲーム中いろんなことをすることにどんどん手に入っていくんで、はいはいはい、まあ、あの足りない素材とかがあったら買ったりとか街で拾ったりとか、ね、うん、しますもんね、して集めていく必要があります、うんうん、でちょっとこうやって作ってみましょうか。これ作ってるんですね。そう、作ってる演出。何かができた。作ってる、あ、作れましたね。今あの MB1000S っていうパーツ、はいはい、あのベースパーツをパーツ開発で作ったこの MB2200E ってやつに変えてみましょう、はい、左下にあのステータスっていうのが出てる、はいはい、で青い部分はパラメータが上昇する部分なんですよ、うんうん、で赤い部分は変えることによって下がる部分なんですよ。めちゃくちゃ下がってないですか。そう、あのコスト上限っていうところがあるでしょ、はいはい、いろんなパーツを組み合わせたコスト、総コストが300を超えると全体的に能力が半減しちゃう。あ、そういうことか。今430になってるから、そう、いろんな組み合わせを考えながらやらなきゃいけなくて、ただせっかくパーツ作ったので一旦これを組み込みましょう、はい、で全部じゃあコストの上限をどうやって上げるかというと、うんうんうん、あのバッテリーなんですよ。バッテリーをいいものに変えましょう。あ、コストの上限が、そう、上がるんです。高い、500になってる、うん、できましたね。今までついてたバッテリーはこれで、おお、これに変えるとほら全部青、青になったでしょ。これでさっきの状態よりも全体的にスペックがアップしてるんで、じゃあまずコスト上限を上げてからその他のものをカスタマイズしていくっていう感じなんですね、うん、ドリルバージョン42 41までな、何が飛ばされた42思ったけど何なんだろうって。これが自分が動かせるロボットって話をしたじゃない、はいはい、これ以外に自動で動いてくれるロボットが2代目、3代目って、はい、デウスエクスマキナいいですね、ネーミングが、うん、でこれらをもう3台ともこういろんな、なんつうコンセプトに従ってカスタマイズしていって、うん、強豪校と戦って勝ち抜いていかなきゃいけない。カスタマイズの画面ものすごく気合い入れて作ったので触れてほしいです。あのここなんですけど、これ回転とかもできるんですよ。すごい。これもともとはあのさっきぐらいの小さいウィンドウに出してたんですけど、うん、あのものすごくデザイナーが作り込んでくれたのでもうこれはもうかっこいいでしょうってことになって、見てくれと、見てくれと。はい、じゃあ細川さんにカスタマイズしていただいたので私が試合をできますか。行きたいです。はい、はい、これどういうゲームなんですか。はい、これはまあ陣取りゲームで、まあ自分が青なんでパネルをなるべくたくさん青くするというのが、はい、勝つ条件です、うんうん、でじゃあどうやって青くするかというと、はい、まずですねブロックが湧いてきます。であれを、あ、取られちゃいました。早くないですか。相手早くないですか。あれをなんとか取ります。え、ちょっと難しくないの。ちょっと待って、取られちゃいました。ちょこれは取れるかな。
マジかよ。嘘でしょ。ちょっと相手が強すぎる。相手強くないですか。あれおかしいな。頑張る斉藤さん。え、だって待って、一個も取れてないですよ。一個も取れてないですね。しかも、あ、取れました。え、なんで取れたの。で、味方がの誰かが取ってくれても、あ、自分が使える。はい、で、これを、置きます。あ、置けた、はい、これ。そうですね、自分の色に隣接しているパネルには置くことができるので。はい、ちょっと赤が今、あれ取れないですよ、大体。あ、取ってくれました仲間が。なので、これをで赤を消すように置くと。あ、そうですね、なるほど、まあ、陣取りってことですね。そうですね。で、相手の色の上だとちょっとスローになってしまうので。すごい振動がすごくきいですぞ。やめて、ちょっと苦戦してるか。これは厳しいぞ。いいですぞ。ちょっと仲間頑張ってよ。仲間何してるんですか。あ、これはなんていうラッキー。ちょ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 、なんかずるいやつだ。取れた、ネバって。あの人なんですか。あの人なんなんですか。ネバって、あの人なんなんですか。これも絶対おかしいですって。カスタマイズしてスピードを上げると、ああいうことができる。いいですね。ちょ絶対一人カスタマイズずるしてる人います。今ちょっとまだ時間前だったんですけど、うん、あの自分の拠点の3マスを占領されると、その瞬間負けになっちゃうんですね。ああ、最初のスタート地点まで来られちゃうと負けちゃう、はい、相手強くないですか。分かったでしょ。でもカスタマイズの大事さが。はい、では最後にダンス部で遊ばせていただこうと思います。今日はどの曲にしましょう。さあ、何でいきますか。いや、難易度的にはまあまあ最初はノーマルじゃないですか。あ、イージーとかじゃなくていいんだ。いや、まあそんな甘えたことしませんよ。じゃあこれでいいですか。うん、はい、行ってみましょう。八神さんがとってもかっこいいですが、これで踊ってくれるっていうことですよね。そうそうそう、かなり弾道。おおおお、喋れなくなっちゃうんですけど。大丈夫ですか。左側に十字キーのマークがあると思うんだけど、これが押した時に、まあ、左右下のどれかを押すと、ちょっとプレイヤーをフォローしてくれるいろいろな機能が発動します。ただ、うん、アイコンが落ちてきた時って言ったけど、実はプレイヤーが任意で好きな時に出せる。出してみたいんですけど、出してみよう。ごめんね、話しかけるのが申し訳なくなるくらいいっぱいいっぱいになってる。これ楽しい、これ。これノーツサポートって言って、どのボタンでも OK っていうお助け効果ですね。これね、見てる皆さん、ちょっと言い訳するわけじゃないんですけど、収録の環境的にすごい音を抑えてあるんです。もうほぼ目押しです。そう、聞こえてないんですよ、あんまり斉藤さんに音楽が。なのでその状況を考えればね、結構上手だなっていう思いますよ、ね、これはヘッドホンしてやったらもっと楽しいというか、ちゃんと音ゲーができると思います。八神さんが踊ってるところをとても見たいんですけど、全く見えません。ボタンしか見えません。大丈夫、視聴者の皆さんちゃんと見えてる。違った楽しみ方があるのに。いい感じだよ。53コンボ、54コンボ。いや、やめてください、やめてください。おー、きたー、上手上手。いや、やっぱりノーマルで正解でしたね、これは。え、歯応えがあった。いや、まあまあ、もう A も取れましたし、はい、じゃあちょっとプロデューサーとしてね、本気を ね、ここでね。さすがにプロデューサー何回もやってますからね。 S 取れちゃうな、かっこいいとこ見れちゃうな。これはもういいね、いい振りだね。集中モードでちょっとやらせてもらって。おっと、画面にすごく細川さんがとても画面に近づいていらっしゃいます。始まりました。さっきと演出がだいぶ、そうですね、大会用の演出で、さっきよりだいぶ難しい動きじゃないですか、これ。ハード
カードです、カードです、はい、でさっきなかったロングノーツが今出てきたので、もう何だっけ、バスはしておりますが、よし連続のとかが結構難しいですね、ようやく早めで、あこれ、ユーディキーで早めに見つけます、はいはい、あ、ここから気づいた、気づいたさっきの十字キーを押すと、この何でも押して大丈夫だよっていうところに入る、おー、いいところで今、はい、難しいところでこれを使うと、そこが回避できるっていう、そうです、今、これタイミングサポートなんで、多少ずれても全部パーフェクトになってくれるっていう、なるほど、タイミングもちゃんと補正してくれる、はい、いいですね、結構順調じゃないですか、もうちょっとで50コンボいきますよ、これあ、いけます、いけます、よし、よし、出ます、よし、ヤロイさんか、おー、すごい、すごい、あプレッシャーをかけすぎてしまった申し訳ない、でも、ボルトワさん、すごい上手になりましたね、なりましたね、家庭を見ていたかのような、ずっと席で練習してたんで、あれ、今日のためですいや、もう、来たる、こういう時のためにこそ練してましたでも、素晴らしい、え、すごい、あ、ここ難しい、してました諦めた、すごい、クリアだ、8コンボいやもうガッツポーズしてましたよ、ヤガミさんも、これは決まりましたね、よかった、なんか今までで一番ちゃんとプレイできたんじゃないかな、ほんまに強いタイプですねでも今回のこのダンス部もすごい作り込まれてる、その後ろの映像見たいんですけどね、やっぱ押してると見れないのが、何が映ったかも全然分かってないリズムゲーム自体に集中しすぎて面白い映画、うんうん、全然見れないっていう人もいっぱいいると思うんで、録画ができるようになってるんですよ、後から自分のプレイをもう一回見ることができます、今回はユースドラマ、まあ、ミニゲームプレイさせてもらったんですけど、一つ一つこう作り込まれ方がすごくて、まあ、さっきのロボット部だったらカスタマイズ要素で戦い方もいろいろ変わるっていうのもありましたし、まあ、暴走族って何なんだって思ってた方もね、たくさんいらっしゃったと思うんですけど、流れはちょっとよくわかんないところもありましたけどノリがね、ノリがヤガミさんが何でも王やるかみたいな、勝つぞみたいな感じで始めちゃうから、ボクシングとかも結構テクニカルなあのパリみたいなのもありましたし、まあ、ダンスもいろいろ楽しみ方あるなっていう風に思ったので、今すぐ私はもう製品版がやりたいです、ギリギリまでいろいろ調整をして、はい、まあ、どうやったら皆さんに楽しんでもらえるかっていうのを一生懸命に考えて作ったユースドラマなので、発売されたら皆さん、あのメインシナリオもいいんですけど、ぜひこちらも最後までプレイしていただきたいなと思います。自分たちで作ってるものを人に見てもらうときって、やっぱりものすごいこう嬉しい瞬間でもあるし、怖い瞬間でもあるんですね。今日の収録はもう本当にそういうあのワクワクとハラハラドキドキが混在して、結構ねちょっと血圧が上がるような、そんなさっきのリズムゲームの時にガーちょっと血圧が実際にお客様に届けるためにいろんなプロモーション活動とかを続けていく、はい、上でちょっとエネルギーをもらったかな。本日は伊藤さんと細川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。スタジオにお返しします。いやー、すげー、めっちゃ楽しそうにプレイしてたね3時間もねやっちゃったんでめちゃめちゃ普通に楽しんじゃったんですけど、本当にロボット部は楽しいんですよ。あんな難しくないんです本当に信じてください。私が弱かっただけ。難しそうって書かれちゃってたから、申し訳ねえ、あのね、斉藤が下手なだけです。それは本当にお詫び申し上げたいです。本当に、いや、もっとちゃんとこうカスタマイズね、話があったんですけど、カスタマイズして、あと頭良さそうにこう動かせばちゃんとブロックも取れるし陣取りもできるんですよ。できなかった動画の裏でずっとフォローしてたもんね、誰も聞いてないから僕らに向かってた、もうすごく面白くて。違うんですよ、違うんですよいやでもこう改めてこう、ね、なんか客観的に見ると、うんうん、うちのチームは頭おかしいな気づいちゃいましたバイクのミニゲームってさ世界観どうなってるの確かに
あれす、あのバイクのね、暴走族のバイクのモデルを作ってた子がね、あの去年の新人の子で、はいはい、その新人の最後の研修みたいなのプレゼンをしたんだけど、その子がまたあの日本人じゃないの、台湾だったか、はいはいはい、香港だったか、まあ、中国出身だったかどっちかなんだけど、その日本人でもないし、もうもはや暴走族世代でもない子にあれを作らせてるっていうのはね、すごいなと思う。すごい、私同期なんですけど、私ちゃんと喋ったことないですけど、研修で一緒になった時に、うん、暴走族のこと何もわからないので調べましたって言ってて暴走族を調べるところからだよねそう、熱心な方が作るのにね、作ってますからね、ちゃんといろいろ。いやでもすごいクオリティ高くね、よく作ってる。すごかったですね。結果なんかユーザーが求めてるものが出来上がったんじゃないかっていう気がしますけど、よく調べた結果なんじゃないですかね。音ゲーとかもすごい、いやこれを待ってたってコメントもすごいいろいろありましたからね。音ゲー細川さん可愛かったですね。細川さん可愛すぎるな、ね、押せますめちゃくちゃ可愛い、それはすごい、ね、いやコメントもめちゃくちゃ盛り上がってますけれども、来月のリュースター TV でもさらなるゲームプレイをお見せする予定となっておりますので、こちらもご期待ください。ここでロスジャッジメントの店舗別予約特典に関する情報です。現在予約受付中のロスジャッジメントですが、一部店舗様で予約するとご覧の特典アイテムが手に入ります。とアマゾンさんではですね、サスペンス BGM セレクションがついてきまして、ゲオさんではスチールブックがついてきております。とこちら今紹介した2つ以外のアイテムが本日サンプルご用意があるとのことなので、こちら見ていきましょう。はい、こちらですね、セガストアで予約をするともらえる八神探偵事務所の粗品タオルなんですが、こんな感じになってます。ちゃんとしてる。八神探偵事務所って書いてありますね。浮気不倫調査盗聴わーって書いて、秘密厳守相談無料って、ちょっとこれ普通に普段使いしたい感じでちょっと欲しいなと思うんですけど、ちょっともらえます。はい、でこちらもですね、ちょっと持っていいですか。はい、こちらが、特大折り目なしポスターですね。これ伝わりますかね、結構でかいんですよ。私の上半身というか膝ぐらいまで隠れちゃうぐらい、八神さんが大好きな人はこれをぜひ壁に貼って、もったいなくて使えませんってでかいっていやこれね、見本でここの、あのこっちか、色子が入ってるんですけれども、本物は全然こちら、あの綺麗に八神さんが楽しめるポスターになっております。このサイズでもらえます。はい、で続きましてこちらですね、セブンネットショッピングで注文するとこちらのタンブラーが、いただけるという感じです。こんな感じですね、見えますか、ちょっと反射しちゃってるかな。はい、ちゃんと裏まで作り込んであっていい感じですね。サイズ感もちょうどこう、なんか普段使いしやすいなんていうのかな、ちょっと飲みたいなという時に使える感じのサイズ感なんでいいんじゃないかなと思います。はい、でですね、こちらがとツタヤさんで購入するともらえる A4 のクリアファイルになっております。こちらですね、ゲームのジャケットの絵が印刷されてまして、裏はシンプルなものになっております。こちらもう学校でもね、オフィスでも使っていただけたらと思っております。かっこいいですよね。かっこいい。はい、そしてこちらが、楽天ブックスさんで、注文するといただけるものですね。 A2 のクリアポスターになります。これちょっとお分かりいただけないかもしれないですけど、これ結構光を通す感じでしてね、おそらく窓とか貼ったら、あのちょっと綺麗に透けて、あの見え方がまた変わるんじゃないかなと思います、うんうんうん、ちょっと分かりづらいかな、まあ、なんか素材がプラスチックっぽくて、うん、パリパリしてるというか、ペラペラしてるというか、そう、紙じゃないんですよね。汚れたら濡らしても大丈夫そうな素材ですよね。じゃあ風呂にも貼る。お風呂の窓にも貼るとこれお風呂に貼る人いますか。お風呂の窓とかに貼るとこんな感じで見てもらえる。覗かれてるじゃないですかめっちゃ覗いてるみたいな覗かれてますけど、はい、といった感じのものがいただけますと。はい、でね、こちらには、まあ、実物はないんですけれども、Amazon では、サスペンス BGM セレクションと、ゲオさんでは、スチールブックがついてくるということです。こちらは数量限定となっておりますので、ぜひご予約ください。そうですね、なお現在 プレイステーション5 と、プレイステーション4で発売されているジャッジアイズリマスタードと新価格版が本日から8月18日まで 25% オフになるセールが開催中です。
もともと税込み1980円の特別価格がさらに割り引かれてなんと1485円。安い全身がすごいこちらまだ遊んでないという方はぜひこの機会に遊んでみてください。本当に安いよね、はい、いや安すぎる。こんな安くって大丈夫かみんな思ってる OK 出してるんですよね、うん、安すぎる一応ね。コメントもどんどん安くなるってビビった安ってさらに安くなった。あんだけのねボリュームがこんな安価で買えるんだったらもう今しかない、ね、コスパ最強のエンタメだと思いますけどね。いや本当ですよ。だからまだねプレイされてない方にも本当ぜひ、うん、映画より安い投げ売りすごい、みんな期待してくださってますけれども、では次のコーナーに参りましょう。ここからは龍が如くのコラボ情報をご紹介したいと思います。いきなりですが初公開の新情報になります。この度ポーカーテキサスホールデムが遊べるゲームアプリ M ホールデムと龍が如くのコラボが決定いたしました。ゲーム中に龍が如くの主人公である桐生一馬と春日一番のアバターが登場いたします。コラボの詳細は明日8月5日20時より放送の M ホールデム公式生放送内で明らかになるとのことなので、こちらの番組もぜひご視聴ください。さらに M ホールデムとのコラボを記念いたしましてユースタ TV 特別会の配信が決定いたしました。ポーカーしようぜ M ホールデムコラボ記念スペシャルと題しまして8月18日20時よりユースタ TV で M ホールデムをプレイしていきたいと思います。ゲストになんとですね、うん、春日一番役でおなじみの中谷和弘さんにお越しいただきます。マジか。そうなんです。これ台本がゲスト括弧調整中後ほど追記って書いてあるんですよ、ま、どんだけ私に秘密にしたいんですか。初のリアクションが欲しい。え、今月もう一回中谷さんにお会いできる。お会いできるということです。さっきさ戻ってきた時ちょっとぼーっとしてたよね。そう、呆然自失で放心状態になってたよね。全く覚えてないですとかって言ってでも上の空だったんですけど、また会います。はい、で視聴者の皆さんとの対戦企画とかも予定しておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。上原さんポーカー好きですよね。僕そうですね、結構好き、ね、いやなんか この台本に上原さんはポーカー日本一って書いてあるんですよ。これ、ね、すごい語弊があるんですけど。そういうこと、そういう能力を持っていらっしゃった、まあ、能力は欲しい。爪隠してました。爪は隠してないんですけど結構皆さんも知ってご存知の方も多いと思うんですけど、年に何回か大きい大会っていうのが開かれていて、うんうんうん、でまあそうするとチャンピオンっていうのが生まれるんですけど、その大きい大会の中にちっちゃいこうサイドトーナメントっていういろんな大会があるんですね、うん、でそのうちの一つに4年くらい前かな、うん、に優勝をして、うんうん、まあちょっとチャンピオンの称号をいただいたということで、日本一っていうふうに書かれてるんですけど、いやそんな世界中のポーカープレイを敵に回す気はもとないのでそんなつもりでは誰も言ってないんですよ。その日その1回だけでも日本一になったってこと。その瞬間そこでは日本一でしたね。あ、素晴らしいね、はい、しい。朝5時ぐらいに終わったんですけど、その瞬間僕は1位でした。いや夜中やったってことですか。そうですね、一晩中。すごいですね、これも、はい、すごいって。でもすごいよ、大会韓国まで行ったんでしょ。はあ、そうです。その後ちょっと韓国にその一等の景品では行けるみたいな感じ で、はい、行かせていただいて。商品で韓国的な韓国の大会に出場できる権利みたいな、ね、そうですね、はい、で参加させていただいて、うん、まあ、そっちの大会はやっぱレベルがすごい高くて全然もう空き地で一日にやられちゃったんですけど、うん、まあ、うん、運がいいとそういうこともあるよってぐらいの感じでございます。上原さんの株爆上がりですよ。すげえ、すごい、すげえ、すげえって感じで、一度でも1位になれるのはすげえって感じで。ありがとうございます。いやもう今日セリフ噛み倒してるんでねここでちょっと挽回できてよかったです。いやすごいですよ。じゃあもうね、次の特別会ではその実力を遺憾なく発揮していただくっていう絶好の見せ場じゃないですか。ハードル上げるのやめてもらっていいですか。いやマジでもう細川さんのプレーの時も煽ってんじゃねえよみたいな人のハードル上げがち申し訳ない。でもね、次回プレーするの私全然初心者なんで教えていただきつつ一緒に楽しくプレーできたらなっていう風に思っております。コラボもリュースタ TV もお楽しみにお待ちください。はい、ということでなんかあっという間にリュースタ TV 第2回放送が終わりに近づいているということで、うん、上原さん佐藤さん本日はいかがでしたでしょうか。そうです、なんかあっという間だったというか、うん、その実機プレイ映像僕今回初めて見たんですけど、うんうん、ものすごい
面白そうで、まあ、実際遊ぶ、うん、あの開発でちょっと遊ばせてもらった時面白かったんですけど、うん、でも実際やっぱこうやって見てみても面白いなと思うんで、うん、あのすごくなんだろういい時間を過ごさせてもらったなって自分自身ワクワクしちゃってるというので、うん、皆さんもぜひあの楽しみに9月24日お待ちください、うんうんうん、いやロボット多分面白いと思います。申し訳ない、うん、あれハマると思うんだよね。ハマる人はハマる、まあ、ハマる人はハマらないかもしれないですけどねあのでもまあそんなもう楽しいミニゲームがいっぱい詰まってる作品、まあ、相変わらずですね、ミニゲームいっぱいなのは。なんかコメントでもありましたよね、あの寄り道しすぎてメイン進まんやつよみたいな。あやるやる、うん、あるあるですよ、うん、理由あるあるみたいなところありますか。そうね、えどっち派、あのメイン全部やってから2周目でいろいろ遊ぶ派、いや全部やってから最後まで行く派です。あ全部やってから とりあえず全部やってから、はい、やってから行きますね。俺もそっちだよな。でよくそのパターンでいるのが、うんうん、かなりやり倒して、うんうん、直前でゲームやめちゃう人あるあるなんかありますよね、そういうのラスボス手前まで行ってなんか燃え尽きちゃうみたいな。そう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 、ね、あるよね、あるあるだと思うまあでもさっき私もちらっとあの配信というか先行プレイのコメント見てましたけど、どのゲームでもやっぱ盛り上がりがすごかったですからね。すごいコメントバーッと流れてきてて、あそうなんですね、うん、めっちゃわかる。あそのプレイ動画中もそうでした、ものすごいコメント流れてて、うん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 、後でちょっと見返してみてください申し訳ない、ロボット部のところは本当に申し訳ない。ちなみに斉藤さんは今日の放送どうでした。なんか前半あんま覚えてないっていうか前半何があったかあんまり覚えてない、ね、ちょっと一ファンになっちゃったからね、うん、いやでも多分今見てる見てくださってる方中谷さんのファンめちゃくちゃ多いと思うんで、うんうん、絶対私と同じ反応すると思いますよ。ブリ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 なんかエゴサこの間もしててもあの何人かの方に斉藤がこっち側の人間すぎるみたいなこと書かれててそれはそうなんだよって思いながらあの鍵アカからいいねをしていたので謎の1いいねがついてると思ったら私ですいいよ、自分からバラしていくスタイル。やっぱ鍵アカなんてみんなわかるわかるみたいな、斉藤はもう竜オタ代表だみたいなことを言われてたので、ちょっと頑張って。そうそうそう、まあまあ、だからこそ開発以外から MC にしたんですね、うん、このブースタ TV のやっぱどうしても開発後でこう、そう開発がね、開発が MC やってうわすごいっつってたらお前らなんやねんって話になるでしょお前ら作っててお前らがすごいってなんやねんってなるから、まあ、だからまあ開発以外のもう龍大好きみたいなの誰かいないかなっつったらたまたまいたんですよ、うん、たまたまいた。でまあね、うちわのれになりすぎないように、まあ、新規の方もねこう魅力を知っていただけるように、うん、へーってならないようにちょっと頑張ってね、これからもなってたけどね。さまだ2回目なんでそこら辺は勘弁していただきつつ、申し訳ないなと思っているんですけれども、あと1分半で締めなきゃいけない感じですか、ね、今日も何説教部屋があ、説教部屋じゃないか反省会です。でもそのツイッター見ててもうあの反省会がメインだみたいな本編こっちじゃねみたいなことも結構言われてたんで、この後ね皆さんが大好きなというかお待ちかねのグッズの情報がございますので、この後もねあのこのままあのなんか放課後の部活動の反省会だみたいなこと結構言われてたんですけどそんなノリが好きな方はねあの見ていただければと思います。はい、佐藤さんはあの一応ここで吐けるって書いてありますけれども、うん、あそうですね、一緒に反省します。反省することないし反省しましょうかなんでですか連帯責任みたいな、一緒に反省しましょうか、はい、じゃあ一緒に反省させていただきます。はい、じゃあ一応あの締めの言葉というかまとめの言葉を言いたいと思います。ユースタ TV は月1回の配信を予定しております。龍が如くスタジオの作品の情報をお伝えしつつ、今後視聴者の皆さんと一緒に番組を作っていけたらと思っております。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただきつつ、次回にご期待ください。アーカイブも残りますので、読んでほしいゲストや企画案などがあればコメントをお待ちしております。はい、読み終えましたではね、はい、あの反省会であもう入っていただける感じですかね。何ここでありがとうございましたじゃないの、ね、閉めますか。じゃあ一旦閉めましょうか、ね、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やばいノリがすごいお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、
準備を整っておりますけれども、うん、反省会のコーナーに移りたいと思います。一回落とさないんだね。あ、続けていきます。そうですね。しかも君らあれピンマイクあるけど俺の声って拾ってんのこれ。収音じゃない。収音でガンガン拾ってる。あ、そうだ。はい、マイクないからこの間のね、あの反省会にも出ていただいたプロデューサーの横山さんと、はい、はい、あとは三藤さんでございます。はい、プロダクトマネージャーさんなんですね。ここからはもう横山さんに MC というか回しをお願いいたしまして、何喋るのって誰も本当決めてくれてないんだよね。反省会って外でなんか反省することありますかってさっき表で聞かれて、反省あんのって言ってたけど今日はある。あります。今日はありますよ。まず超大変だったんだね。というか佐藤さんあんま把握してませんでしたけどその君を引っ掛けるために今日は仕込みがそもそもめちゃ大変だったんですよ。え、そうなんですか。そうですよ。すいません。言ったってなんだかんだ言って合わせないように動線組まなきゃいけないから。そんなに頑張ってたの。あなたをねリハーサルっつってここにね、はいはい、閉じ込めてる間に、はいはい、絶対こう仲良くに合わないようにこうして仲良く誤解に入れあれどうなってるか知ってます皆さん。あれ音声収録ブースの中で電気が消えてました、うん、で仲良く中にいます、うんうん、で電気途中でつけますって言うんだけど彼が本人つけられないからもう一人電気をつけるためだけの人がいます待ってますひたすらこうやって斉藤さんが来るのをね5階に待ってます。で俺があれあれとか言ってる間に庄司さんが地味にこう仲良くの音をつまみで上げて、うん、そのブースから聞こえてくる声が徐々に聞こえるように演出して、あれ誰かいるので電気つく、中谷くんが一生懸命読んでる。ただ中谷くんあれ5分前ぐらいから読んでるの、あの同じ台本ずっと。だっていつ来るか分かんないから、見えてないから放送が、うん、そんな、え、あのためだけにお呼びしたですか。うん、まあ一応今日そのあ、よかったよかった。さっき実は中谷さんが読んでたセリフ、うん、で気づいた方はめっちゃ勘のいい人なんですけど、あれ実はさっき言ってた M ホールデムの今作ってるそのプロモーションビデオみたいな、あ、そうなんだ、うん、コマーシャルのナレーション撮りを今日やってたんですよ。あー、なるほどなるほど。いや実は別のスタジオでできてもらって、ついでついでじゃないけど、うん、来てもらってこの引っ掛けをやってますと。だからあなた台本あったでしょ。何が。台本見てましたよね事前に。見てました。2個あんですよあれ。え、ちゃんとあっちのあっちの人たちが頑張って2つ作って A、B っていうのが。えでね、こっからがね反省、本当の反省なんだけど、とある人がその台本を1個しか読んでないでちょっと事前にバラしそうになったんですよ。そう、いやだってさ、聞いてないもん。言ってるって言ってる。伝達ミスじゃん。ちゃんと言ってましたよ。言いましたよ。何回も言いましたよ。何回も言いましたよ。普通に斉藤さんいるのに。そう。さっきここにバーって佐藤さんなんか降りてきたら、あれ中谷さん来た。やばい。言うのって思って、えっつってね。本当にマジ勘弁してください。たまたまなんか君の上司が中谷さんだったり名前がそっちかなっていう感じにこう話ちょっとずらしながら、でこっち君ら二人なんかあっちの隅の方で話してたから、その三藤がね後ろからささってやってんだけど、三藤さんがそれに対して、あ。そう、あのね、ごめんごめん、斉藤をね認識しなかったもんな、あがいるってのそう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 、そうね、そういうこと、途中で気づきました、あれ俺言っちゃいけないこと言ってるって、いやその後三藤と、いやちょっとあの佐藤さんのさっきの反応はナチュラルそれとも演技どっちちょっとわかんねえっつって本気で何も分かってない感じをしたんでってあら分かってねえんじゃねえかっつってそうでもっていうことがあったんですよ。だから今日一番反省すべきは、うん、その佐藤さん、いやでも俺があのグレートギダヨだったらこうパタッてそう古すぎてわからないこれあの水がそうね、土曜の8時あれ土曜の8時じゃん。やめてもそこで広げるんだよ違うんですよ、この話は分かってないでしょ。分からない。龍が如くゼロってやりました。やりました。龍が如くゼロをやった時にクゼがね、いや堂島の親父はこの時間いつもいねえんだよって言って、うん、それ土曜の8時はよって、う
あ、それ言ってんの。あれ何言ってたら、道島の間でひょうきん族を見てたから、そう、そういうセリフなんだよ、本当に。何それ、うん、本当にひょうきん族が道島の間好きだから、うん、いや昔はね、土曜の8時っていうとあったのよ、そういう大河ドラマを見てるかひょうきん族を見てるかみたいな、なんかあって、そういうのでわざと言ってるっていうのがあったんですよ。それで時代を感じさせる、1988年の話で生まれてないです、ね、そうそう、そういう若い人がわからないネタもいっぱい言ってたね。あ、そうなんですよ、そうそう、その通り、よく知ってますね。割と分かってる方がいらっしゃいますね。分からないよって、ほら、分からない方もいる。いや、いいんだよ、分かんなくていいのけど、分かる人だけ分かるネタは入ってるよって話で、別に全員に分かってもらうネタなんて書こうと思ってねえから、そもそもなんだよ、ストーリー。まあ、ここでね、みんな知れたっていう、そうそうそう。いや、でもなんかコメントでも書かれてましたけど、斎藤が興奮しすぎて仕事をしてなかったのが反省点やって、おっしゃる通りでございます。またこの裏側ですけど、あの後なんか V 始まりましたね、細川さんとか伊藤さんがやってる。ああ、そうですね、うん、あったじゃないですか、うん、だから映ってないじゃないですか、うん、いたんです彼女。まあ、サウンドブースにまたいた。そうそうそう、いたんですよ。そうそう、で、仲良くお疲れ様でした、ドッキリ大成功みたいな写真撮って、うん、なんすけど、その間もずっとなんかこんなになってるってやってんだけど、いやいや、君宣伝担当なんだからちゃんとお話ししなさいよと、こういう機会なんだからって言うんだけど、ちゃんとした挨拶すらしなかったから。え、確かに。だから仕事を忘れてるんだ君は。やべ、やった。本当にただのファンとしてもう大丈夫ですっていうのをずっとやってたから、あれはちょっと電話しとこうかな、君の上司に。やばい、やめてください。別に似てると思って。そんなの別にバレバレだろ。申し訳ない、申し訳ない。じゃあせっかくだからもう一回ちゃんと挨拶。そうだね、してもらいましょうよ。いるんですか。はい、うん、しょ、ブリ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 。あれ、ちょっと喋るのが、まあ、うちのサウンドスタッフが来てるから。どちらに座られる？私たち立ちますよ。いやいいじゃあ、申し訳ない、せっかくなんでな、本当に申し訳ない、うん、はい、分かりました。え、何、仲良くはやっぱピンマイクつくんだ。あ、僕はピン、え、むしろ逆に仕事から俺ピンマイクつけてんのおかしくないですか、だって声優なのに。声通るはずだもん、言って。あ、どうぞどうぞ、お疲れ様。失礼します。はい、すいません。あ、じゃあ隣いいですか。失礼します。なんでカメラからずれてるから。そう、あの、なんでしょうね、さっきからずっとこんな感じで、うん、なんで、なんか一周回って僕が斎藤さんにプレッシャーをただかけ続けに来たっていう。なんか結構さ、嫌なやつみたいな、ね、そう、なんかちゃんとした話すればいいのにと思ってね、振ったのに。そうなんですよ、ずっとやだやだって。こんなに、なんだろう、1年目とか2年目の若い子に、業務命令を仕方されたことって俺ないから。結構普通に会社に行ってここまで今日開いたのって、まだ20年ぶりとかかもしれない、ね、20年ぶり。いや、もうずっとスタジオの隅で、あれでしたよね、じっとしてるんで。本当にスタジオの隅で、本当、あの台本、うん、顔にやってこうやって僕にしか見えてない座敷わらしなんじゃないかっていうぐらい隅で座って、あんたオイラが見えるのかいみたいな。そんな感じだったんですよ。一般ピーポーやんて。そう、本当にみんなここに来たら分かるって。じゃあ中谷くん以外は全員一般ピープルなんだ。先に言っとくけど、本当にそう、そう、俺も含めて君も全部一般ピープル。仕事だぞ斎藤って言われてます。いや、まあ、もちろんそうなんですけどね。申し訳ない。普段ちゃんとね、他のお仕事をされてる方なので、なかなかそういうプロフェッショナルなおしゃべりの方ではないんですけど、一生懸命やってらっしゃる。でもこういう風になるもんなんですかね、うん、やっぱ相当憧れの人に会ったら、うん、会社で、はい、あれ、マイケル・ダグラスじゃなくて、あれ誰でしたっけ、ブラック・レインの、あの、アンディ・ガルシアがリムジンで来たのを覚えてます。知らない知らない、それ知らない。見学しに、へえ、来たんですよ。で、リムジンが長すぎて曲がれなかったんですよ、入り口。あの、そう、わかる、昔のあの、セガの門に入れなくて、で、何回かこうやってんのを見て、わーって、すげーみたいな。横山さん、グッズの話
しいっていうカンペが。いや知ってるよ。分かってる。なぜこんな時だけ仕事するんだ。分かっていながら、分かっていながらアンディ・ガルシアの話をしてた。なぜこんな時だけその話を断ち切ってそんなグッズの話をするからグッズの話は。ね。ね。斉藤さんもね、やっぱり自分のお仕事をちゃんとしていこうって思ったわけですよ。俺アンディ・ガルシアの話に興味なかったんですよ。多分アンディ・ガルシアは知らない。知らない。分かってる。世代的に知らないですよ。そうですね。ブラックレインの時はまだ生まれてないですもんね。ブラックレインってそんな前だっけ？うん、そうでしょ。だってあでもブラックレインは皆さんぜひ見て、いやもうすごい映画ください。本当に素晴らしいんです。松田優作さん、ね、松田英語ペラペラですかね。松田優作さんのあの時の演技はかなり真面目に影響を与えてますからね、うんうん、いや本当そうなんだよ。やっぱみんなあのドスとかって、はいはい、あそこから来てるし、あなるほど。やっぱ俺らの中では一つのバイブルの、うん、まあいろんな、ね、いくつかある作品の中の一つだよね、はい、ブラックレインは本当に素晴らしいんで。めんどくせえな横山って言わないでください。めんどくせえな拾うや一応コメント見て突っ込むっていう、はい、じゃあえでグッズの話って唐突に来たけれど、そう先週から出てるお話で、先週じゃねえか先月、先月、はい、先月1回目に龍が如くスタジオジャージをいいなってお話があったんで、じゃあお客さんのためにちょっと作ってみましょうかというので、今このサンプルをとりあえずイメージ図しかすいませんできませんでした。どうしてもちょっとラインが埋まってたそうで、あのサンプルをデザイナーがいて、はい、デザイナーというよりはこの素地につけるのがちょっと無理だったんでしょうねっていうんで、今とりあえずこのジャージアン4つ持ってきてみましたと。これね市販するんですなんですけど、どれを作るか決めてないんです。なのでもう一回見せて、うん、こうカラーリングが、はい、これを投票取るんだっけ。はい、今からリュースタツイッターの方で、これ上げさせていただくので、視聴者の皆様がこの色が欲しいってやつを、うん、入れてほしい、はい、でその投票、明日1日まで、はい、明日いっぱいかまで受付させていただくので、ちょっとその結果を見て最終この色でいこうっていうのを決めようかなという企画です。そうですね、どれがいい素直に、あ自分だったらどれがいい。私ですか、うん、こう一点ぜひぜひ女性目線でどれがいいかな。でも全部かっこいいけど、なんかやっぱコメント見てると金かっこいいなってコメントもありますし、私は赤色が好きなので赤もいいかなと思いつつ、ユースターのジャージはもともと黒白なので黒とグレーでしたっけ、あの感じも、あそれですね、クロスブラックって、それがまあリュースタージャージは近いんじゃないかなと、はい、これが我々スタッフが使ってる、うん、オリジナルのこれは斉藤さんのやつを勝手に持ってきた、私があの外に置いてある私のやつですねなので全然いいっす。そう一番オリジナルに近いのはブラックと、うん、グレーグロスブラックっていうやつですね。グロスブラックは多分ここのラインが白じゃなくなるってだけなんです。グレーグレーになるだけで、それ以外は一緒っていう感じ。ここですね、真ん中のジッパーのところジッパーも白くない、ここもグロスブラック、うん、なるほどなるほどって感じですと、はい、うん、まあこれが一番無難っちゃ無難、そう、ね、オーソドックスなタイプではありますけど、ね、ゴールドもかっこいいんだけど、いやそうなんですよね、パッと見僕もちょっとただやから感強いよ、ね、ただ分かんないですけど龍が如く好きな人ってこういうのやっぱ着たいイメージもあるでしょ。 うちの総合監督が何年か前にこういうの着てましたね。まあ、あれはドレスキャンプってブランドのジャージをめちゃくちゃつけてた時、そう、まあいわゆるあれですよ、黒ひょうの右京達也が着てたようなジャージですよ。 あれもドレスキャンプの実際ジャージ作ってコラボで、うんうんうん、出したりもしたじゃない。なのでそのそう右京ジャージにちょっと近い配色ですよね、はいはいはい、という話ですと。斉藤投票してるってバレた。今見たら、ね、あのブラックゴールドが一番票が高いですね。あなるほど、やっぱり 39% ですね。なるほど、実点でグロスブラックでレッドホワイトですね。ああそうですか、はい、200票ぐらいは入ってますね。じゃあもうそれに従って、うん、まあでも明日までですか、うん、明日まで、はい、明日1日まで受け付けさせていただく。全然まだ逆転。ネビーホワイトはネビーホワイトで可愛いんだけどね。そうですね、うん、着やすいんだけど、ね、はい、うん、一番合わせやすいというか、そうそう、なんかいわゆるクラシックなアディダスみたいな感じの配色だから、うん、そうですね、すごくジーンズとかに合うと思います、はい、うん、タイトめに着てもらってもいいんじゃないですか、ね、うん、もう600票入ってる、
早い、すごいどんどん伸びてる。ああでも圧倒的にゴールドだね。そうですね、うん、パッと目はやっぱでもブラックゴールドいいですよね。あそうゴールドがいい、金がいいっていうゴールド一択って銀料理ツイートですごい金黒かっこいいってやっぱ金黒が一番良さそうな感じ。そうですね、グロスブラックと結構競るかなと思ってたんですよ。ああ、あれあれ、うん、私もそう。俺グロスブラックが1位なんじゃないかと思ってた、ね、ちょっと、うん、でも金は金で人気あるよって話はしてたんだけど、うん、僕もやっぱりゴールドですね、なるほど、なので、いやでもそうグロスブラックもいいんですけどね、うん、でもそっか、ね、すごい。ネイビーホワイトはあんまりちょっと今伸び悩んでます。まあ青のイメージがないのかな。ああでも確かにそうかもしれないですね、うん、あとネイビーってやっぱネイビージャージって学校ジャージを思い出すそうですね実際のところあえて言わなかったの、ね、学校指定のジャージっていう。でそのネイビーっていろいろあって、そのダークネイビーなのか、はい、グレーネイビーとかあるじゃないですか、いろいろ、はい、とかもっといわゆる発色のいい青に近いネイビーとか、はい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 、濃度が違うから、でそれ で, そうです、ね、なんだけどこれちょっとまあ確かにちょっと学校してっぽい、ね、学校そうですか、うん、学校してっぽいかもしれないね。カムロ中じゃねえみたいな、カムロ中の2年じゃねえ、その色それはそれで悪くない。3年赤だろ、かわいいですね、お前2年だろそれみたいな。カムロ中ジャージも面白い。カムロ中2年生ジャージとか3年生赤、1年生緑とか、そういう学年によって分かれてるんですよ僕の高校そうでしたから。いやみんなそうでしょ、大体そうです。多分学年で色分かれてるのはそうだよ、ね、そう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 、うん、であれ俺緑だったんだけどさ、もう緑の年に当たると萎えるんだよな。いやそうなんですよ、俺もそう抹茶みたいな色なもうやめてみたいな3年間そうどんなにおしゃれにしても。俺あのミントみたいなすげえ明るいやつ。コーンはいいんですよ、コーンは一番人気。あそう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 、そんなからそうコーンかっこいいんですよね、何気に。ちょほんと真緑だよまあ、抹茶あ上下。しかもそれで僕あの登山とか、あ分かる、学年登山とかどこに行くのもそれだからね。涙出るんだよ、そう高校のアルバム見ると切なくなるんですよじゃあネイビーにしようかでもいいかも、ここまで言っといてあの女性ファンも多いですから、リュウ、うん、そうですね、ネイビー。じゃあまあまあ明日までは待つってことなんですね、これ。そうですし、別に商品化するのは一つとは限らない。おお、結果を見てそこは判断させて、まあ、競ってたら2つ発売、そういう判断もあるかもしれない、うん、ちょっと明日1日まで、はい、あじゃあぜひとも、そうですね、そうですね、うん、うん、よろしくお願いします、うん、はい、あ楽しみ。あ僕も後で投票しよう、これ3万5000高っ、違う、今回はビーガルもその値段で売れてやめてもらって嘘です、びっくりしちゃった。いや前回3万5000円つったら高え高えって当たり前ですよいやそりゃそうですよ、これこうかなりお求めやすい値段でいくつもりです、はい、上だけで3万5000円ってまたすごいですからね。買えないな、まあ、でもいや嘘ですよ、だから、うん、すごく安い、お求めやすい値段でいきますので、そこはご安心くださいと。そうですね、うん、で2度や3度洗ったところでロゴは取れないぐらいにはそうそう、はい、色落ちもしないというところですね、うん、というわけでね、まあ終われとでもこの間のその反省会でアクスタの話出てましたけど、それは どうですか、そこら辺は。どうなんでしょうかね、アクスタも前向きに検討していただいてますか。あんまちょっと今日言うつもりなかったんですけど、もう走りました。はい、なのでちょっと、まあ、近いうちにサンプルって形でこの場でお見せしようかな。すごい、どん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 できてるんですね。アクスタって知ってます？アクリルスタンドです、ね、どんなものか知ってる？あでも知ってます、知ってます、さすがに。えどんなものか。いやだからアクリル製のあのこう姿みたいなやつをこう立てるやつですよ、ね、知ってますって。ちょっと待ってください俺、いや知ってます。いや俺知らなかったんですよ今すごい流行ってるんですよ。えあのすごいグッズといえばっていうので結構、うん、やっぱり何に使うんですかそんなにまあそれは購入者の皆さんのやっぱりなんて言うんでしょう、そのちなみにもう一回聞きたいんだけど、うん、どれぐらいのデカさん。いやもう10センチ。あ卓上に置いとくような感じなんですか。そうです、そうです、持ち歩いて誰々と来たみたいな感じでやったりとか。あなるほどなるほど、そうですね、うんうん、まあ、そういう持ち歩けるキャラグッズがあったらいいなっていうのを私はすごい、ちょっとずつ毎月ちょっとずつ知識を蓄えていこうこの場でグッズに対しての、うん、
増資を横山さん自身も深めていくという、うん、この反省会を使ってアクリルスタンドの知識を貯めて理解を深めていこうかなと思いますので、はい、なんかアクリルスタンドがみんな欲しいっていうのがあったんですよ先月、はい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 、どんなのが欲しいって聞いたらね、うんうん、前回で俺は知らなかったんですよ、はい、ちなみにもう一個言っとこうか佐藤さんも絶対知らなかったわけ前回で知りまっすぐまっすぐ見ながらうんって知らないアクスタそうアクスタって言われてもそうだったんでまあそれをまあ、やってみてもいいんじゃないかと。ああ確かに確かに、うん、そうですね。仲良くんの作った方がいいですか？アクスタ。いや仲良く和弘。いやいや それだったら黒田さんのもあの、まあ、でもどっちにしても俺らが販売しちゃいけないんだけどね。そうですね。よく考えたら著作権持ってねえしっていう。でもどうなんでしょうね。そう、うん、シークレットみたいな感じで、ね、入ってたら多分僕面白いの。目玉飛び出るぐらいびっくりしますよ。そう俺だみたいな。うお俺だみたいな。どうしても欲しければ作りますよサンプルで。それを家に飾る度胸がある。やっぱりその黒田さんと宇垣さんと僕からスタートしていただかないとやっぱりそれは、あ、じゃあやる気ある。もしそうですね販売するってなればやぶさかではないです。わかりました。よくわからない感じ。欲しいですって言ってくださった。よかったよかった。ありがとうございます、うん、じゃあまあまあグッズの方は、うん、また来月には結果が出る。はいはい、ジャージですか。まあ、ジャージはもう結果はまあ明日集計でも出るんで、できればもうサンプルは速攻作ってその時にお値段とかも発表させていただこうかな、はいはい、でアクスタもそうですねできたらすぐ持っていくので、うん、すごい。まあ、こういった形で本当この番組を通していろいろ視聴者の皆様の意見を参考にしたグッズは作っていきたいので、うん、ガンガンいろいろできても。だから今皆さんこれが欲しいこれが欲しいって書いた方がいいです。このメンバーね、うん、放送のコメントめちゃくちゃ見てるんで、うん、はい、見てます。参考にさせていただければ思います。そうですね。ということで、今月もう一回あるの。あ、はい。だよね。19日にありますね。特別、はい、特別会があります。18日ですね。はい。8月18日に。あ、今映ってますね。映ってる、はい、ポーカーしようぜ M ホールデムコラボ記念スペシャル。上原さん日本代表だった話ってさっき知ってたんですか。日本代表はそうですね、うん、語弊があるんですけどもこの際日本代表でいいです。日本で一番うまいらしいんでポーカー。この際それでいいです。そうなんですね。一晩だけ日本一になった、うん、一晩だけ日本一になった。一晩だけ大変興味深い話ですけども。そうそうそう、でなんかみんなでやってみようかと。正直僕あんまりルール分かってないんで、で分かってなくてもなんかできるってお話だった。実際ね、どんな風なの。いいですね。あれこれってこれで出るんでしょ。ゲストでいらっしゃっていただく。あ、それは発表しちゃってんの。さっき言っていいんだね。あ、そうなんだ。じゃあ今月もう一回会いますわ。ああそうだ、私の台本には書いてなかったんですけど。びっくりしたびっくりした、うん、びっくりした、うん、聞いてましたけど言っちゃいけないのかなと思って。じゃあそういえば俺も言ってたね電話で。そうだその日空いてんのかっていう話してた。だったらね、さっきのドッキリの時にいろいろ忘れちゃった。そう、僕が読み上げてたのもそもそもそれだったっていう話、ね、そうだわ。そうですね。そうですそうですそうです、うん、なので、はい、僕もお邪魔させていただきます、はい、楽しみにしてます。だもう一回やると、はい、うん、今月、はい、うん、全然 M ホールデムじゃなくて反省会やる。またM ホールデム反省会って特別会なのに反省会やってもいないのに M ホールデムの反省会をするっていう。うん、もうそれもできればやるかもしれないんでお楽しみにということで、はい、はい、もうなかなか早く終わりみたいなオーラ出てるな。はい、というわけで、はい、今月は一番反省をしなきゃいけなかったのは佐藤さんだったということで。いや、はい、私の方が、はい、台本はちゃんと読もうねっていう。私の方が佐藤さんは一ミリも悪くないです。本当に申し訳ないです。はい、ではね、はい、来月も、来月じゃないか、8月まず18日を、はい、ね、お楽しみにしてください。龍が如くスタジオリュースタ TV です。リュースタ TV ビシッと仕事しましたから。リュースタ TV です。リュースタ TV は、本編はまた9月にやりますのでそちらもお楽しみに、うん、というわけで、今回もありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。